エトラちゃんは見た。俺は立花、息子の黒木と二人暮らしをしていた。いわゆるシングルファザーだ。今は息子一家と同居させてもらっている。パパ、行くよ。よし、来い。お父さん、お茶です。おお、ありがとう。つつじちゃん、黒木と結婚してくれて本当にありがとうな。改まってどうしたんですか？いや、昔のことを思い出してな。妻のユリは黒木が赤ん坊の頃、事故で亡くなってしまった。バカでやんちゃばかりしてた俺と違って、心優しい母親だった。ユリを見習って、息子が強くて優しい子になるよう、俺は子育てに奮闘した。パパ、そこ、どいてあげて。お、ああ、すまんすまん。アリーさん、よかったね。子育ての甲斐があってか、ユリの性格が遺伝したのか、黒木は本当に心優しい子になってくれた。だが、黒木は周りの子供たちとは少しだけ違った。心が繊細なのか、コミュニケーションが少し苦手なようだ。待て黒木！その上注意散漫でフラフラと危なっかしくて、毎日心配でたまらなかった。今の時代はネットで何でも調べられるが、当時の俺には原因が何か知る術はなかった。それでもすくすくと育ってくれて、黒木の性格のおかげか、学校でもたくさん友達ができた。ハンカチ持ったか？水筒持ったか？給食セットは？全部持った。知らない人に声をかけられてもついていくなよ。はい。信号は青になっても左右確認、しっかり手を挙げて渡ること。はい。友達に優しく、喧嘩するなよ。はい。それじゃ、行ってらっしゃい。行ってきます。今思えば、俺はなかなか過保護だった。しかし入学した小学校で事故は起きてしまった。はい。それじゃ次の図工は工作室で行います。移動教室だからみんな一列になってついてきてね。階段も使うから、決して移動中はふざけたりしないように。はーい。ロケットバンバン、クレヨンロケット、タッカー。何するの小松くん。ツツジのウサギさんが。やべ。ごめんって。ツツジちゃん、これ貸して。そこ、何騒いでるんだい？先生、黒木が！できた！見て、ツツジちゃん！かわいい！ありがとう、黒木くん！いいよ！ん？授業中に騒いだらダメだよ。はーい！はい、そこまで。続きはまた次の図工の時間に行います。今から教室に戻りますが、帰りもふざけず一列になっていきますよ。はーい！どうした？赤松くん、カロキくん、二人とも大丈夫？で、大丈夫。頭を打っていないかい？骨は？腕とか足とか痛くない？大丈夫。足首がちょっと痛いけど、頭は打ってないよ。よかった。でも保健室に行って見てもらおう。なんで二人とも落ちてきたの？クロキくん、赤松くんの下にいたけど大丈夫？みんな教室に戻ってなさい。ほら騒がないで。クロキが、クロキが押したんだ。え？赤松くん？赤松くん、詳しい話は後で聞くから。うん、クロキくんは軽い捻挫をしてるけど他は大丈夫そうね。赤松くんも大きな怪我はないわ。でも念のため病院で検査をした方がいいかもね。二人とも親御さんを呼んだから、早退して病院に行きなさい。二人とも教室に荷物を取りに行けるかな？はい。桂先生、二人だけで行かせていいんですか？本当は僕も一緒に行くべきなんだけどね。赤松くんの親御さんに連絡したら、近くにいるからすぐ来るって。説明が終わる前に電話を切られちゃったんだ。ちょっと足止めして落ち着くまでは、黒木くんに会わない方がいいかと思って。それってつまり…赤松は無事なんですか？無事ですよ。大した怪我はしてませんが、念のため病院に連れて行ってあげてください。なるほどね。大した怪我ですって？あの子突き飛ばされたのよ。心に大きな傷を負ってるに決まってるわ。あざみさん、落ち着いてください。実際に突き飛ばされたかはまだ確認中ですので。あの子が嘘ついてるっていうの？そんなわけないじゃない。突き飛ばした生徒は誰なの？引っ叩いてやるわ。すいません、黒木が階段から落ちたって。立花さん、大丈夫です。今は荷物を取りに教室に戻ってます。念のため病院へ。
よかった、ありがとうございます。ちょっとあなた、うちの子突き飛ばした子供の父親ね。ああ、あなた黒木くんの父親ね。やっぱり母親のいない子供は乱暴者で嫌ね。黒木が申し訳ございません。待ってください、事実かどうかはまだ確認できてません。突き飛ばしたに決まってるわ、赤松が嘘をつくわけないもの。それにあの子ってちょっとおかしいじゃない。黒木くん、普通の学校に通わせるのも疑問だわ。うん、黒木が本当にやったのかは今日確かめます。確かめる必要もないわ。明日黒木くんの処分をどうするか放課後保護者会を開いて話し合います。あざみさん、その言い方は失礼ですよ。教師が保護者に立てつくんじゃないわよ。せいぜい次の学校を探して待ってることね。今日はびっくりしたな。足痛くないか？うん、平気だよ。なあ黒木、今日赤松くんを突き飛ばしたか？うん、僕そんなことしてないよ。本当に本当だな。父さん黒木のこと信じるからな。本当に本当だよ、僕嘘ついてないよ。ああ、分かってる、黒木は優しい子だもんな。大丈夫、父さんは黒木の味方だから。黒木が優しい子だっていうのは俺が一番知ってるだろう。よしよし攻撃だ。大丈夫、黒木はやってない、絶対に。先生さようなら。はい、さようなら、気をつけて帰るんだよ。黒木くん、赤松くん、今から親御さんが来るから、お話が終わるまで二人とも学校に残っててもらえるかな。はい。二人とも大丈夫だからね。なんか保護者会やるらしいよ。保護者会って何？お父さんとかお母さんが集まってお話しするんだって。でも人集めたの赤松くんのお母さんらしいよ。昨日うちに赤松くんのお母さんから電話来てた。うちも来てたよ、ママは参加しないって言ってた。ねえ赤松くん、黒木くん、つつじちゃん。集まったのは10人程度、全員あざみさんの取り巻きみたいなものね。黒木くんの父親をボコボコにしたくてたまらないのかしら。皆様、本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。今回は私の不注意によりお子様に怪我を負わせてしまい申し訳ございません。形だけの謝罪なんて結構です。私たちの望みは一つ、黒木くんの転校です。生徒一人一人に別室で話を聞きましたが、黒木くんが赤松くんを突き飛ばしたところは誰も見ていません。見てません。それに彼らの間には一人生徒がいましたが、その子も見ていないと証言してくれました。なんですって？誰よその生徒は、嘘つきだわ。落ち着いてください。赤松くん自身も黒木くんも今回のことでひどく動揺しています。犯人探しをして断罪するよりも、まずは生徒の心のケアを優先させていただけませんか？犯人なんて分かりきってるじゃない。黒木くんってちょっと変わってる子よね。次はうちの子が被害に遭ったらって考えたら怖いわ。黒木は、黒木は人を傷つけるようなことをする子じゃありません。そんなざれ事を。妻がユリが亡くなって男手だけで必死に育ててきました。皆さんに比べたら俺の子育てなんてまだまだだと思います。黒木は心が繊細で他の人とのコミュニケーションがうまくいかないことも多いです。少なからず周りから偏見の目で見られてるのも分かってます。それでも。はじめまして黒木、パパとママでずっと守っていくからね。それでもあの子は本当に本当に優しい子になってくれました。それが伝わらないのは黒木をカバーしきれない俺の責任です。せめて俺だけは黒木を信じてやりたい。信じさせてください、お願いします、お願いします。実は黒木くんと赤松くんの間にいたのってうちの子です。茜さん、あなたの子なの？なんでさっさと言わないの？本当の証言教えてちょうだい。いやだってこんな空気じゃ言うに言えないわよ。そのツツジはやっぱり見てないって。茜さん、何よ、どいつもこいつも赤松が嘘をつくはずないでしょ。あんなにいい子なのに。君たちどうしてまだ帰ってないんだ？黒木くんも赤松くんも教室に戻って。赤松どうしたの？大丈夫よ、いじめっ子はお母さんがやっつけるから。母ちゃんごめんなさい、俺嘘ついたんだ。え？ねえ赤松くん、黒木くん、本当に黒
黒木くんが赤松くんのこと突き飛ばしたの？優しい黒木くんがそんなことするなんて思えないよ。でも赤松くんが押したって言ってたじゃん。黒木ってちょっと変だから押したかもよ。変な見てないのに決めつけるのはダメだよ。僕押してない。ごめん。ごめんなさい、俺嘘ついた。本当はツツジのことちょっと驚かそうとして足が滑って一人で落ちたんだ。ツツジにぶつからないように避けたけど、黒木にはぶつかってそのせいで怪我させちゃって、みんなに見られて怖くなって。あれごめんなさい、ごめんなさい。赤松くん、僕も一緒に落ちちゃってごめんね。なんでお前が謝るんだよ。ねえ赤松くん、今お母さんたちが集まってお話ししてるんだって。謝りに行こうよ。ツツジも一緒に行くから。僕も行く。ツツジ、黒木。ツツジのお母さんが電話してるの聞こえちゃったの。黒木くんが転校？そっか、黒木くんを転校させるって。そんな、僕転校したくない。だからね、お母さんたちに教えてあげよ。黒木くんはとっても優しい男の子なんだよって。そうだな、俺たちも一緒に行く。せっかくお友達になったのに黒木くんがいなくなっちゃうの嫌だもんね。ねえ。そうだそうだ、みんなありがとう。よし行こう。そんな、嘘。黒木、スジちゃん、赤松くん、勇気を出して本当のことを打ち明けてくれてありがとうな。黒木の父ちゃん、俺ごめんなさい。過ぎたことを言っても仕方ない。反省して仲直りできたんだろう。うん、赤松くん、ごめんなさいしてくれたよ。そうかそうか。皆さん、事実が分かった以上ここで話し合うこともありません。あとは当事者だけで話し合いますので、本日を引き取りください。本当に申し訳ございません。赤松がいじめられてるかもしれないと思って、私とんでもないことを。母ちゃん、正直今すぐ許せるかどうかは分かりません。ですが自分の子供を守りたい気持ちも信じたい気持ちもよく分かります。あざみさんも赤松くんのことを信じたかったんですよね。はい。ユリがいなくなってから俺が守らなきゃって必死でした。何をするにも心配で心配で、でも俺たちが見ていないところで子供たちはしっかり成長してくれる。俺たちが思うよりこの子たちの方がうんと大人だったりするんですね。赤松くん。はい。これからも黒木と仲良くしてやってくれよ。はい。黒木、帰ろうか。うん。赤松くん、また明日。また明日な。今日は頑張ったからハンバーグだ。ぼーっとしてるの？おー、すまんすまん。お父さん、今度の休みみんなで墓参りに行こうよ。お母さんにカリンを会わせてあげたいし。おう、そうだな。はーい。あ、赤松くん。やあ、ツツジ、黒木、突然悪いな。お袋から果物大量にもらったからお裾分けしに来たんだ。わ、おいしそう。ありがとう、赤松くん。やったー。ありがとう、赤松くん。よかったら上がってって一緒に食べましょう。いいのか。悪いな。あ、黒木のおやじさん、お邪魔します。いらっしゃい。この前さ、それやべえな。あ、おいしい。ユリ、黒木は本当に本当に優しい子に育ってくれた。友人にも恵まれた。俺がそっちに行くのはまだ先だが、もう少しだけ待っててくれ。お父さん、こっちに来て一緒に食べようよ。お、それじゃあいただこうかな。ご視聴いただきありがとうございました。愛する我が子が危ない目に遭うかもしれないだとか、そんなことを考えたらそりゃ必死になって守るに決まってますもんね。だからといって罵倒していい理由にはならないですよ。特に母親がいないから子育てがダメだとか、そんなこと言わなくてもいい言葉です。それに何より、本編でも言っていたように、犯人探しに時間を使うよりも子供の心のケアをすることに使いたいものです。
まあ結果的には子供たちだけで話し合って解決する形になったわけですが、こうして子供は大人の知らないところで成長していくものなんですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。